ひな人形の魅力を知ってもらおうと、高知市の百貨店で展示会が開かれています。伝統工芸士の技を間近で見られる展示会になっています。高知大丸で昨日から始まっている節句人形職人展、子ども向けのおもちゃや節句用品を取り扱う高知市の会社おもちゃのキャッツアイがひな人形の魅力を知ってもらおうと高知大丸と協力して企画し、会場にはさまざまなひな人形およそ80点が展示販売されています。特に注目なのが、経済産業大臣からひな人形の胴体を作る部門の伝統工芸士に認定されている加藤貴明さんが手掛けた人形です。明日と明後日には加藤さんによる人形制作の実演会が初めて開かれる予定で、胴体を作るための技やボディを肉付けしていく過程を間近で見ることができます。この感じがやっぱりこの子にはこの人形さんが合ってるねというふうな形で、こうご自分自身でこう見て選んでいただくのが一番じゃないでしょうかね。実際におひな様を作っていただいているところを見ていただけると、いろいろご質問もしていただければよろしいかと思いますよ。この展示会は高知大丸で今月28日まで開かれています。